んにちは、工場長です。今日はピンクと黄色のダイダイっぽいネイルをしてみました。多分今までのネイルの中で一番簡単なんじゃないかなってぐらい簡単なので、よかったら見ていってください。それではやっていきます。まず最初はマスキングテープで爪先を覆って下地を塗る準備をします。マスキングができたらペラベースの下地を塗ります。この下地は塗らなくてもいいのですが、塗るとジェルを落とすときに楽で爪も傷みにくくなるので私はいつも使っています。マスキングをせず爪全体に塗るとジェルをペラッと剥がすことができるので、土日だけネイルを楽しみたい学生さんにはおすすめです。塗り終わったらテープを剥がします。次にネイルラボのベースジェルでベースを塗ります。私のネイル動画で毎回出てくるので、見飽きた方はこの辺は目をつぶってください。爪全体に塗っていきます。そして前回のスイカネイルでも登場したカラージェル、ネイルラボの蛍光ピンクと蛍光イエローを使います。まずピンク、まあイエローでもどっちでもいいのですが、爪全体に塗らず塗り残しをわざと作るように塗っていきます。本当にまばらになる感じで塗っていきます。とりあえず小指、中指、親指はピンクを先に塗りました。薬指、人差し指は黄色を同じようにまばらに塗っていきます。これで一旦 LED ライトで硬化します。次にさっきピンクを塗った爪の塗り残し部分に黄色を塗っていきます。ピンクにかかるとオレンジ色っぽくなるので、それもまた可愛いです。隙間を埋めるように塗っていきます。黄色を先に塗った爪はピンクで隙間を埋めていきます。塗り終わったら硬化します。そしてトップジェル、ネイルラボです。爪全体に塗ってしっかり硬化します。最後ジェルクレンザーで未硬化ジェルを拭き取れば完成です。明るい色合いなので夏にぴったりではないでしょうか。はい、という感じでピンクと黄色のダイダイっぽいネイルの完成です。家にあるもので適当にやっていたら案外可愛いのができたので今回動画にしてみました。今回ピンクと黄色でやったんだけど、色の組み合わせを変えればまた違う雰囲気で楽しめるかと思います。ということでネイル動画はたまにですが出しているので、よかったら過去の動画も見てみてください。そしていいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はこれで終わります。バイバーイ。